時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すんだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。月見櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴は。ああ。よく来てくれた。久しいな、狼を。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、
傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか？その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか？はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、葦の羽笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。堀に沿って進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。この葦名の城を脱するため、橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら合図をくれ。葦の羽笛を。
Thank you.
橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃぞ。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て出雲へ参ろうか。まずは芦名の国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ参ろう。行こう。ここを抜ければ芦名の城外だ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。
忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。その優しい顔の仏様はわしの彫ったもんじゃねえ。まことの武士が彫られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。その目、さしずめ、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる？ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた？お前さんを拾ってからずいぶん経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば
その価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任具だと？そうか、このからくり。察しがいいな。任具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ？わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。